上皇は、中国春秋時代の進むの君主。清は姫、意味がわかん春秋五派の一人に挙げられる、第二十二代、文皇の子。即位後間もない紀元前六百二十七年、聖教先進の検索での戦いが起こった。もう名士率いる新軍が攻め込んできたが、果敢な上皇は、白い模服を墨で黒く染めて出陣し、後でこれを打ち破った。 木服を染めた理由はわからないが、父の夢中で木服を脱ぐわけにはいかず、白い木服のまま出陣するのは不吉であると思って、黒く染めたものと思われる。亡命し、西骨術、白頭兵という敵型参照を捕虜として捕らえたが、母の還元に従って逃がしたところ、戦心は大いに怒った。この戦いが、旗進むの戦争の始まりであったと同時に、 後の三進が没行する原因ともなった。在位七年で亡くなると、この大使エビスサツが後を継いだ。これが霊皇である。上皇には、その他に、関宿都市という孔子もいた。紀元前六百二十六年、法賀の戦い。紀元前六百二十四年、王冠の戦い。紀元前六百二十三年、新城の戦い。紀元前六百二十二年、進む大部。 上司、コエン、ランエダラが死んだ。紀元前621年、即位後7年で没死した。長だてが狐衣修止めとの権力闘争に勝利し、盛況となった。ありがとうございます。